皆様こんにちは。フルート＆ミュージカル創造者の斉藤舞香です、えー。今日はですね、朝から大変なことに、はい、えっ、ー、とお仕事でね、ちょっとね、あの京都方面行ってたんですけども、えー、京阪の市場で乗り換えようと思いましたらですね、あのいっぱい放送がかかってまして、で改札の中に入れなかったんです。 えー、大変なななこととになっておりました、えー、っとなんかね牧野の方で人身事故があってでそれでねあの全線ストップということででまああの慌ててまた阪急に戻りましてで地下鉄に乗り換えまして JR に乗り換えましてでああのまあ、なんとか無事着いたんですけれどもいや本当に早め行動普段からしてるんですけどもこんな時に役に立つとはと思いました。なかなかかねあの優雅に、はい お魚さんは泳いでおりますが、綺麗なね水面だったので撮ってみましたが、うん、朝からこんな目に遭うとはと思いました。今日はねその後午後からも京都の方をちょっと走り回ってまして、今日は一日走ってクタクタです。それでは皆様、またね。